知れなくなると、休みの日って意外と暇なんですよね。はあ、お疲れ様です。庶民ランナーです。今日はですね、2月最初の、週末になります。1月結局ほとんど走れませんでした。で、2月になってどうですかね。走ることもね、若干ちょっとこうハードルを最近は感じるようになっていて、やばいですね。習慣化がなくなってるというか、以前と比べてハードルがあるというか、というのを感じている今日この頃でございます。皆様どうお過ごしでしょうか。今日の動画はですね、この1ヶ月間ですね、走れない代わりにやってきたことっていうのをちょっと簡単にまとめておきたいと思います。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。1ヶ月間ですね、やったことっていうのは、大きくもう3つです。3つ。マッサージ、ストレッチ、筋トレ。このもう3つになります。この3つ以外やってないっていうか、ランニングのためにっていうか、そうですね。はい。そういったことになります。走れない時はこういうことをするしかないよねっていうですね、それの内容の、本当にシンプルな内容のことしかやれてないんですけども、そういったことをですね、自分なりにちょっとやってみました。で、まずマッサージについてです。マッサージに関してはですね、以前からご報告してます。メーカーさんに提供をいただいた、ユーフィットリリーサーミニというですね、マッサージガンを、使ってずっとやってました。筋膜リリースっていうキーワードでよく出てくるですね、機械だと思います。YouTube でもたくさん案件動画があふれていると思います。私もその一つですね、メーカーさんに提供いただいているので、それにはなるんですけども、筋膜リリースというキーワードですと、私は以前からですね、トリガーポイントのフォームローラーをずっと愛用してきました。ずっとひたすら3年、4年ぐらいですね、使い続けてるんですけども、ここ最近怪我してから結局もうこれに落ち着いてきました。で、理由なんですけども、フォームローラーはですね、大きいので面でこう足をね、ガバッとこう筋膜リリースするのに向いているなと思っていて、30キロ走とか20キロ走とか、主にロング走をやった時にね、一気にやれるんで、使いやすいんですよね。で、こちらのユーフィットリリーサーミニカのマッサージガンになりますと、自分の狙ったところっていうんですか、ピンポイントでこうほぐすことができます。で、私の場合ですね、左足の外側が痛いので、この年齢でですね、こう外側をこう当てればいいんですけども、こうただただ当てるのでも悪くないんでしょうけど、以前の動画で言った通りです。こういう足をね、この体勢にして当てた方が、大腿筋膜張筋から、こう膝の外側とかにもアプローチしやすいですし、あとはこのお尻のね、ここは中殿筋、大殿筋どっちなんですかね、そういうこうお尻の筋肉のマッサージにも、こうただ座ってたりとかするよりもですね、非常にこう効きやすいなというのを感じています。これを1ヶ月間ひたすらやり続けました。こちらね、1ヶ月間ずっと、やり続けてですね、もうね、以前ほどこの辺のね、こう当ててもこうなんか痛気持ちさが感じないというか、もうね、だいぶほぐれちゃったんだと思うんですよね。ひたすらメンテナンスしてますからね もうだいぶこう、なんていうんですか、張りというのは感じていないです。ずっと使い続けました。もしね、この筋膜リリースっていうキーワードでこうフォームローラーとこちらね、迷われてる方いらっしゃるようでしたら、自分みたいにここをやりたいんだよっていうね、この例えば、私の場合は本当ここですけど、ここをね、ずっとやりたいんだよって、ここをとにかくほぐしたいっていう場所が決まってるんであれば、こちらすごくおすすめです。で、そうじゃなくて、なんかね、30キロ走とか20キロ走とか、20キロでもどうかなっている方いるのかな、走ると足バキバキになるとか、翌日筋肉痛がひどいとか、30キロ走でもそうなるっていう方なんかはですね、フォームローラーの方が足をまんべんなく、こうふくらはぎからハムストリング、小川まで全てね、をね、面でゴリゴリっといけるので、そちらの方がいいかもしれないですね。フォームローラーの方がいいのかなと思います。価格もね、4、5千円で買えるのかな、トリガーポイントは。4、5千円で買えるので、そちらの方がコストパフォーマンスっていった意味ではいいのかもしれません。ただ、私みたいにですね、ここを中心にやりたいっていうのが分かっている場合には、こちらの方が、間違いなく
しっかり、ほぐしたり筋膜リリースできるなというのをこの1ヶ月間で実感しました。なので、フォームローラー持っている方もね、こちらあるとまたメンテナンスの仕方やり方が変わるのかもしれません。よかったら検討してみてください。まあ、ちょっと高いですけどね、ただ、まあ、その価値はあるかななんて思ってます。あとは私は基本的にやらないですけど、遠征というんですか、泊まりがけでねマラソン大会出たりする方の場合とかだと、ちっちゃいんでね持ち運びしやすいっていうので、これはいいのかなと思います。私基本的に遠征はしないので、遠征ね一回一人頭、まあ、場所にもよるんですけどね、例えば私が長野とか金沢に出るなんつったら交通費宿泊費で一人 7,8 万円ぐらいかかりそうですよね。ちょっとさすがにその出費私は難しそうなので、私は基本的に日帰りでできる、日帰りで行って帰ってこれる大会中心にはなるんですけども、こういう遠征される方なんかはね、こちらあるとすごくいいんじゃないかななんていうのはすごく思いました。はい、マッサージがね、今の、マッサージガンを使ってというものになりまして、次は、マッサージをやってストレッチですね、マッサージ、ストレッチ、筋トレのストレッチになります。ストレッチはですね、まあこれは本当に以前からもう1年以上前からですかね、ずっと地道にといいますか、やってることをより重点的により意識をしてやってるっていうレベルです。でやってることっていうのはもうさっきのねマッサージと似たようなものにはなるんですけども、この後ろのお尻の筋肉とこの膝の後ろの、ハムストリングスをよく伸ばすということをずっとやってます。まあ、特にこの1ヶ月間ちょっと意識してやってたっていうものをですね、ちょっとこう足投げ出してこう以上ね伸ばしたままつくレベルにはなってます。以前はねこれつかなかったですよ。以前上げた動画まだ非公開にしてないんだと思うんで、まあ、そう探してみてください。全然つかない私がいると思います。こんななってたと思うんですよね。まあ、今はねだいぶこうふっといく感じですかね。はい、でやってることはまずこのお尻の筋肉を伸ばそうということで、こうやればわかんのかな、よいしょ、でこう抱え込むっていうやつですね。よいしょ、で抱え込んだだけでもいいのかもしれないんですけど、こうね抱え込んだ時にこうなってると全然ね伸びないですよ、ここ。なのでこう骨盤を立てるというか、結構このストレッチって骨盤を立てるっていうキーワードがすごい大事なんだなっていうのを最近ねすごく実感してます。骨盤をしっかり立てる、こう胸を押し付けるみたいなイメージかなってやるとですね結構伸びます、こちらね。まあそれを痛気持ちいいレベルまで、痛気持ちいいよってちょっと痛いかなうーんっていうところまでで、ね、入れて30秒っていうのを、この1ヶ月間は意識しました。今までね私ね10秒とか15秒ぐらいしかやってなかったんですけど、これはね30秒ぐらいいった方がいいみたいですね。101の法則っていうのをどっかで見ました。今までよ自分よりも一歩上のところに行こうとすることが大事らしくてね、これも柔軟も、それぐらいやった方がいいようです。でこれ左右ですね。でまずお尻やって、よいしょ、でこう横に足を開いてこういうやつでね、まあよくあるやつですよね。でこれも30秒です。まあ、今日はちょっと省略しますけども、でこうハムストリングをがっちり伸ばしていったりとか、あとはよくあると思うんですけど見えないよね、こういうやつね、こう足を前に投げ出してそれにこう乗るっていうか、これでも30秒ずつやってます。これもね骨盤をこう何ていうんですか、しっかり立ててやるようにした方がお尻の筋肉には効くんだなっていうのがよく分かりました。でやっていくとねこう左右差が結構わかるんですよね、右と左で。特に私はね左の方が硬いみたいです。なのでやっぱ左足にね痛みが出やすいのかななんていうのもちょっと思ったりもしています。まあなんかいろいろねこういうことやってると結構汗ばみますよね。汗ばむぐらいまあやってるっていうのがこの1ヶ月間ですかね。はい、マッサージ、ストレッチ、筋トレのうちの筋トレになります。筋トレは本当に軽くでしかやってないです。まあただ何もやんないほうがいいよねっていうことでやってます。やってるのがねプランクとあと腕立てになります。
基本はもうプランクなんですけど、腕立てはこうなんかなんつうの、この辺の筋肉もなんとなくこうランニングのためというよりはですね、個人的にやりたいっていうだけなんですけども、まあ、ちょっとそういうのもやっています。まずプランクはね、もうオーソドックスです。まあこういうやつで、こういうプランクなんですけども、やった方がいいっていうのでちょいちょいやってて、過去ね最長3分までは行ってたんですよ。でまあいろいろあってもうなんかめんどくさくなってやんなくなって、でこれをやり始めて、最初ね1分を、3セットを1週間ぐらいやってからは、何セットっていう考え方をちょっとやめてですね、1回でいけるだけいくみたいな感じになっていて、今のところ最高で3分30秒、なので210秒ですかねが最高ですけども、だいたいね180秒、3分ぐらいで限界を感じてます今のところ。まあだいたい3分が私は今のところいいとこですかね。1分半超えるともうやべえなと思い始めて、なんだかんだ我慢して2分半、であとはもううーっていう、あと何秒あと何秒っていうのをねこう言い聞かせて、なんとか3分に届くように頑張ってるっていう感じになります。で、まあ、こういうのはちょっとプランクをねやって、で、1日おきっていう風にしてるんですけども、プランクやって次は腕立てですね。腕立てはプッシュアップバーを使ってます。これね、なんか確かヤマダ電機かなんかで、エレコムってあのパソコンの周辺機器、小物ですよね、マウスとかね、いろいろそういうの売ってるメーカーのやつなんですけど、確か私1000円ぐらいで買ったと思います。これ子供がね野球やってるんで、まあ筋トレするのに家で買ったんですけど、ちょっと私もこれを借りてます。で、これもこれでいいですかね、見えないと思うんですけど、こういうやつね、こういう感じで、これはね10回を3セット1日30回って感じですかね。レストは1分半から2分ぐらいを取ってやってます。これをやるようにしました。で、最初はね今みたいにできなかったんですけど、あのやり始めはあのこう膝ついてですね、こういう感じで膝ついてやってました。最近はもう膝つかなくてもねできるようになったんで、今普通に30回やりますけども、最初は膝つきで10回3セットとかやってました。皆さん腕立てってパッとやったらどれくらいできるんですかまあまあいいか、あのちょっとそういう基準はわからないですけど、まあ、こんな感じで腕立てとプランクは取り組んでおります。あ、プランクはあとねこうサイドプランクなんかも1分ずつぐらいやったりします。サイドプランクってこういうやつ、これこういうのね、こういうのをまあ1分ずつとかやったりはするぐらいかなっていう感じです。あ、でまあこんな感じで、マッサージ、ストレッチ、筋トレっていうのを1ヶ月間取り組んできまして、怪我の状態はそうですね、あの昨日ねお台場の方というか、東京ビッグサイトの最寄りの駅の方でですね、あのシューズトライアルっていういろんなメーカーのね、あのシューズを履き比べられる、履いてこうちょこっと走れるっていうイベントがあって、それにあの参加してきたんですけども、で履いてちょこちょこ走ったりはするんですけども、まあ、そういった走ったりする分には痛みは出ない程度までにはなっているのかなと思います。距離どれくらい走ったのかな、まあ、それでも3キロ弱ぐらい、3キロ程度かってことですかね。前回の動画も上げてるあのインターバルみたいなことをやってからはですね、あの走ってまともに走っていないので、ちょっと状況的には分かんないですけども、特に痛いところもなく、まあ、日常生活は全く問題ない程度ですねにはなっていて、あと走るときにねどのくらい痛みが出るかなというところですかね。まあまあちょっとまあもう少し時間がかかりそうかなというところです。まあ、これをもう地道に続けていくというか、もうこれしかやることないですからね基本的には。走力も落ちる、めちゃめちゃ落ちてるのは分かるんですけどね、あのそんなことよりもとにかく走る習慣を抜けないように定期的には走っていきたいなと思ってます。うん、やっぱねこう走る習慣っていうのはやっぱりね、そこが抜けちゃうのがきついですよね。うん、せっかく習慣化しているものなので、それを続けられるようにしていきたいなと思っております。皆さんぜひプランクとかねパッとやったらどれくらいできるのかとか教えてください。もうちょっとできるように頑張りたいなと思ってるんで、ちょっと目標が欲しいななんて思ってます。はい、ということで、本日の動画は以上になります。本日も最後までありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。では失礼します。